この町はユネスコエコパークに登録されています。照葉樹林が広がる森にはかつて木材を運んだトロッコ道の跡が残っています。町全体で有機農業をはじめとする自然生態系農業に取り組んでいます。伝統的に馬の産地でもあったこの町では晩秋たくさんの人が訪れ草競馬を楽しみます。自然の恵みを生かした木工芸、この町には森を愛する人々が住んでいます。豊かな自然環境の中でスポーツ合宿などが行われています。水のきれいなこの町では美しいホタルのランプも見られます。